ヒエヒエヒエ、待たせたな。待たせよ待たせ、こんばんはこんばんは。ごめんね、ちょっとめっちゃくちゃ今日バタバタしてて、マジで今日ね結構バタバタしててさ、今日何にも用意できてないよ。今日はマジごめん、何も用意できてないよ。ごめんね、ちょっとごめんね、あのメイクもしてないし、ごめんね、こんなおじさんで。おじさんじゃねえよ、おじさんだよ。いやーちょっとね、もう夏真っ盛りですわ。もうどうだい、体調はどう、みんな体調の方はどうなんよ。こんばんは。なんかね、そうそうそう、なんか昨日、お元気かい。うん、なんかね昨日花火大会をバルちゃんとなつきちゃんと一緒に、なつきのね島で集まりでやったんですが、その時ね、なんかね、あのツイキャス自体になんかこうサーバー障害みたいのが起きてたみたいで、やっぱ全然入れなかったみたいね。入れたり入れなかったりぼちぼちです、まあまあです。いやー結構ねこの夏体調崩しやすいからな、気をつけてよ本当に。俺もねちょっとね気をつけないと、喉がガラガラになってきたわ。もうそう、やっぱ入れなかったんだね。ねえ一瞬一瞬、あ 4G だと全然ダメなんだ。あそうなんだ。なんかねそうめちゃくちゃ重いんだろうなって感じよね。 Wi-Fi にしたら見れた、あそうなんだね。いやごめんちょっとね今日バタバタしすぎて、ちょっとあの何もないですが、そんな日も楽しんでください。今日の T シャツはアニメイトじゃない、アニメイトみたいだけど、そんな違うよ、今日は違うのよね。今日ねこれね、あの俺の大好きなバンドをの一つで、レディオヘッドっていうバンドがいるんだけど、そのレディオヘッドのちょっと乾杯しよう、乾杯。紙カップ、紙コップ。そうレディオヘッドってバンドがいるんだけどさ、イギリスのバンドで、でレディオヘッドの、ボーカルのトム・ヨークさん、あお邪魔ありがとう。トム・ヨークが、ソロをやってるのよ。ソロとあとアトムズ・フォー・ピースっていうバンドやってんだけど、それをちょっと TERO じゃん。おいテロ、テロってテロ？ビドールテロじゃん。ビドールってアカウント、ビドールテロのままなんかい。テロ久々じゃん。いや痩せてるんじゃないんだよこれ。これ多少のあのフィルターがかかってんのよ。ちょっと元ビドールのテロが今テロしに来てる。飯テロしに来てる。飯テロ、飯テロ。おい久々じゃなくて毎週2日見ろって。いやーすごいね。いやなんかさ、ツイキャスってこうバンドマンも結構みんなやってるからさ、相変わらず面白いね。いや、ま、語弊があるわ。まだ面白いポイントまで行ってないのに、まだまだイントロ A メロなのに。そう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 、いやー久々だね。ちょっとね今日これね、この T シャツね、あれなんよ、そのトム・ヨークのソロの T シャツなんだけど、これなんかアニメートの
表記にもちょっと似てないと思って、ちょっと待って、アニメートの表記似てた気がするな。ちょっと待って、アニメートって、アニメート、アミメイトじゃない、アニメイ、アニメートの表記って、書体って、こんなんじゃなかったっけ？いや、全然違えわ。いや、びっくりするね。もう引っ張られるもんな。全然違う。もう、まあ、めちゃくちゃ違ったわ。なんで？なんでそう思うの？そう、恐ろしい先入観。小文字だね。全然小文字だ。これね、あのね、そのトム・ヨークさんのソロの、CD を買うとついてくるやつなんだけど、結構ね、まあ、イギリス音楽でシュールな感じなんだけどね。ほら、トム・ヨーク、モダンボクシズプロジェクト。まあ、トム・ヨークがもうモダンなボクシング始めるぜ。いや、違うな。ボクシズプロジェクト。どういうことだ、これ。全然わかんない。英語がわからない。英語わかんないけど、その T シャツを着てます。そしてそのね、アルバムがね、まあね、その世界観たっぷりな感じなんだけどね、一個ね、初回限定で T シャツがついてくるのよ。で、初回限定の特典でついてくるマグネットプレートがあるんだけど、すごいよ。どうして夢は消えてしまうのか。いやいやいや、すごくないこれ。このセンス半端なくない？これすごいよね。これ日本版のやつだからこれついてくんのよ。どうして夢は消えてしまうのか。なんかすごいよね。まあでもそういう音楽だね。ただ日本版なんじゃないかな。いやこれね、結構ね、好きでね、買ったんだけど、これ T シャツいざ着ると、もうここまで隠れてたらさ、もうアニメじゃんって思ってさ、ちょっと恥ずかしいね、これ。うん。っていうね。ちょっと、ね、今日ね、月曜日で、あとね、まだすっげえバタバタしてて、とか編集とかね、してて、LINE もさ、既読になんないでしょ、今俺。そう、ごめん、ほんとごめん。LINE ね、全然見れてないんよ。ちょっとだからかなり短めになるんです。ごめんだけど、ごめん、それはごめん、本当にごめん。ちょっと今日短めになるわ。そんな日もあっても、そんな日にもあるんよ。って言ってんの、テロだけってどういうことなの。テロテロそうね、迷ったんだよね。まあでも、まあ、いや、なんかこう、楽しみにみんなしてくれてるじゃん。世界の人が楽しみにしてくれてるから、俺の配信を。うん。もう数々の、2兆人楽しみにしてるからさ。それはもうやらないと、2兆人見とるからな。うん。そう。じゃあちょっとでも短くなるって言っとくんだったね。月曜日ね、ちょっとね、基本的に短いかもしれないけど、今日はすげえ短いわ。今日すげえ短いわ。うん。いや、すいません、ちょっと。そんでね、あつ森、昨日が最終日だったみたいで、花火大会で。で、今日、ちょっとやろうかな。ちょっとやって、ちょっとあつ森中心になっちゃうけどいい？っていうのもさ、なんかこう、やっと博物館できたりしてるから。でね、今日ね、1時間しないぐらいで終わろうかな。うん、ちょっとね、うん。ちょっとだから。ちょっとね、バタバタしていてね。うん。すまん。それはマジですまん。あ、いや、体調全然大丈夫だよ。体調は全然問題ないんで。
アーカイブね、昨日のやつアーカイブも編集して、この配信終わったら上げるから、その、動画を。それを、お知らせするんで、もう編集済みでもうアップロードもされてるんで、それをちょっと見ていただけると嬉しいかな。あ、そんな感じですね。ほんとごめんね、マジごめん。あ、お茶ばっかありがとう。ちょっとね、ちょっとバタバタしとるよな、本当に。はい、ということで、楽しくいきましょうよ。うん、夏ですよ。はい、じゃあちょっと、そうね、無理しないようにするわ。ごめんごめん。はい。いやということで、じゃあ、どうすかな。あ、あと T シャツがね、サマーハートの T シャツの発売ですが、もう少し待ってくださいね。ちょっとね、袖丈とか着丈とかをね、しっかり、もうちょっとしっかりあれしようかなっていう、詳細をもうちょっとしっかり載せようかなっていうので、袖丈がなかったのかな、確か。表示に。だからちょっとそれを、あれして、するので待っててくださいね。うん、あとね、その10月11日にやろうと思ってることなんですが、どうしようかな、今発表しようかな。だからね、ビラもねちょっとまだできないけど、ここで見てくれてる人限定でちょっと告知をしようかな。せっかく集まってくれてるし、どうかね。それともバンとビラがあった方がいいかね。ちょっと迷ってる部分もあるよね。いや、バンとした方がいいか。まあでも、なんだろうな、まあバンってなんとかなんとかですって感じではちょっと発表まだできないんだけど、10月11日日曜日、アコースティックライブをやります。ありがとうございます。そこでなんですが、ちょっと面白いことを考えました。実際にみんなに会うのはなかなか難しいじゃないですか。ということで、ちょっと詳細は、告知の時に、不備ないように告知するんですが、ソーシャルディスタンスマジックミラーアコースティックライブ。さあ、どんなのを想像しましたか、皆さん。どんなの想像しましたか。やっぱ、いや、マジック、MM5 じゃないよ。あ、すごい、ゆめちゃんだって、すごい、めちゃくちゃ王冠顔に来たよ。そう、一人ずつ入場していただいて、もうソーシャルディスタンスをめちゃくちゃ保つために、入場は一人ずつです。一人、一曲弾けるという。そして、マンツーマンで面接スタイルでアコースティックギターをで、奏でるアコースティックギターに乗せ、僕が1曲だけ歌います。その希望する曲は、5、6曲から選べるようにしときます。で、場所は中野スペース Q でやるんですが、マンツーマンで、要は俺と、サポートギターは、千歳です。チトルコフがサポートギターを弾いてくれます。いや、間違えた、爆裂してもうた。そうで、めっちゃ恥ずかしいじゃん。そう、1曲だけよ。でも
でめっちゃ恥ずかしいから、で俺のこととかチトルコフのこと凝視できないじゃん多分。多分だけど俺だったら、俺もシャイボーイ、トゥーシャイシャイボーイだから、あのそれやるって言っても言っても、あのずっとこう目つぶって聞いちゃうみたいな、あの恥ずかしいから。だからマジック、そうマジックミラー越しに俺らを見てもらうっていう。だからもう近くなんだけど、マジックミラー越しで近くなんだけど完全にディスタンス保たれてて、下も幕で飛沫とか全く飛ばないようにして、でマジックミラー越しで、でなんかマジックミラーってさ明るいと見えないから、ちょっと箱みたいな形に覆うとかするとかして、まあ箱っていうか、まあ光が入らないように、俺から、そう俺から、いや俺からしか見えない、俺からしか見えないってことないでしょ、マジックミラーで。まあ俺しか見えないんだけど、俺らから君たちは見えるんだけど、君たちは鏡を見ることになるじゃないの。そう、ちょっとね実験的にねやってみようかなっていう、あのマジックミラーのことに関しては、まあ光が入ってる状態だと透けちゃうとか多分あると思うから、その辺もちょっと実験しながら、やろうと思ってるんですが、みんなが俺たちをずっと見れないと思って、マジックミラー越しにライブをやろうと思っております。うん、これはなかなか画期的じゃない。でだからね、あのなんだろうな、そう絶対にこう対峙しないというか、こう2人でこう、こうなんだろうな、わかる、わかる、言わんとしてることなんかね、ガラスとか考えたんだけどね、マジックミラーじゃないとね、まあみんなが本当、みんな本当絶対恥ずかしくて見れないよね。だって俺とずっと目合ってんだよ、俺はマジックミラーの方をずっと見続けて歌うからね、 MV かのように。だけどそれは絶対見えてないっていう気持ちで見てね、恥ずかしくなっちゃうかもしれないけど、わかる？言ってることわかる？ちょっと俺語彙力低いから分かりにくいかもしれないけど、そうドアスコープもねちょっと考えたんだけどね、それねやってる方もねいたりしてね、で全体がこう見えるようにした方がいいじゃん、しっかりしっかり見えるんだけど目の前で、でもこっちからは、俺からは見えてないっていう状態を作るっていう。あのちなみにガラスがいい、マジックミラーはガラス製です。そういうことじゃねえよ、そういうことじゃないよ。そうだから俺はねみんなのこと見えない状態だね。うん、そんな感じのことを考えてます。でね、いろんなこと考えて、曲をまあ5曲の中から選んでもらって、直前で、まあ直前に変わると思うから、聴きたい曲とかって結構自分のさ、そのさ今の置かれてる環境だったりさ、境遇だったりさ、気持ちだったりで変わると思うんで、もう直前で並んでもらう時に聴いてリクエストしてもらって1曲弾くって感じ。でね、いろいろ考えたの、一人、まあ、1曲やって10分だとしても、10分だとするでしょ、なんだかんだ入れて、なんだかんだ入れて10分だとして50人でしょ、500分なのよ、割る60で、実時間で8時間かかんのよ、50人でも。いや、この計算した時に、あれこんななると思ったんだけどさ、8時間半はきついじゃん。しかもあれだよ、休憩入れずにだからね。ただその最大限まで努力したいし、どうせやるからにはやりたいので、しっかりやりたいんで、今のところ35人で考えております。はい。でタイムテーブルも
めちゃくちゃ、まあ俺タフネス、タフボーイだから、タフおじさんだから大丈夫なんだけど見つめ合いたい人もいる。あ、ガラスの人はガラスでもいいかもしれないね。あ、なるほどね、面白いね、それはね。そう、それでもね結構な時間になるから、まあタイムテーブル今作ってて、で、チケッティングの方法なんだけど、ちょっとこれ特殊なんだけど要は1人10分枠があるわけじゃないですか。その10分枠をオンラインで先着で購入していただければなというふうに考えてますよ。うん、まあそれが一番いいのかなっていう。その時間もさ、要はたと、大体1時ぐらいから始めようと思ってんだけど、まあ7時間8時間ぐらいはかかるんで、休憩入れてね。で日曜日だけど、その見たい時間帯とか、だから1時間につき6人枠があるってことだね。6人ぐらい休憩抜いて、あーだからね、そう板打ちだから、そうね、板打ちはもう見たいけどね。そう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 、そんな感じで考えておりますよ。でもちろんそのマジックミラーとかも一回一回消毒して、そういう時間もなんかこう加味するとやっぱり膨大な時間になるんじゃないかなっていうので、1人10分見越して撮ってる段階ですね。うん、こんばんは。マジックミラーかガラスか。俺ガラス、いやマジックミラーだったらまだいいけど、俺ガラスきついわ。俺がなんかさ、俺がさこうさ歌ってさ、わあらららあって歌ってさ、それ見てさ、その子ももうガンガン見てさ、口だけ動いてたりしたらもう絶対無理だわ。だって口ずさんだりするわけじゃん、ライブとかだと一緒に歌ったりぜーっつって、そんなんされたら俺絶対無理だわ。いや、こんなんされたらもう無理だわいや俺がきついわ。だから俺逆にマジックミラーだからすごい表現できるかなと思ってんの。なんかこう熱を込められるというか、多分でもガラス選ぶのもうガラス選ぶ人いる？え、今の話聞いて、もう一回おさらいすると、10月11日に、アコースティックライブを開催いたします。中野スペース Q というところでやるんですが、ソーシャルディスタンスを保ったままアコースティックライブをやるためにはどうしたらいいか、完全なるソーシャルディスタンスを目指すためにはと思った時に、ガラス越しとかアクリル板越しにやればいいんじゃないかと思ったんだけど、そうするとで1人ずつ入場してやったら面白いんじゃないかなと思ったんだけど、喉がガラガラしている思ったんだけど、その1人に向けて曲をやると、もうどんどん喉、もうどんどん FM から AM に、 AM の悪口言うなよ。そうなんだけど、基本的に多分その人に向けて千歳と俺でアコースティックをやるわけだから、そうなると結構圧がすごくて、こう俺らを凝視できないかなと思って、あと見たいところを見たいじゃない、やって演奏してるところをさ、ずっと目見続けててもいいけど、俺も多分全然大丈夫なんだけど、こう俯瞰でというかさ、目の前いるんだけどこうちょっと俯瞰で見てる感じのをあれできればなって。5人厳しいな。そもそもね、ディスタンス保って 10人ぐらいだから入られるのが、その場所がで、やっぱりその感染リスクじゃないけどっていうのを考えるんだったら、まあ感染リスクって言ってもね、まあ難しいとこだけど、その5人並んでもらうのも微妙だなと思ってて、
凝視されたい、凝視されたい、逆にガラスの方がいいって人いる？だからそんなことあんのかな。ねえ、ちょっとアンケート今今ちょっと理解できてるかな。マジックミラーだとどこ見てもガン見できんのよ。 俺とチトルコフのことをアコースティックでやるときにそう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 。なんだけどガラスだとまあ透けてるから、まあみんな恥ずかしいかなと思っていや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 、ま、枕かさん、ちょっと枕かちゃん、そう、誰が見てるか俺からはわからない。同行者がいても一人ずつです。一応そういうコンセプトで一人ずつだけど、あの一人ずつ見ることでも活かせるっていう。だから二人でいたら二人で逆に喋っちゃったりもすることもあると思うんで、まあそんなに極端に今やる世の中かって言ったらそこは疑問なんだけど、普通にライブやってるバンドさんも多いので。だけどそのソーシャルディスタンス中にあの考えついたこと でその利点はあの凝視できる俺たちのことを。で一人その一曲だけその人に向けて一曲提供できるっていうのを。アイビちゃん、じゃあちょっとそういう意味ですよ、マジックミラーとガラスっていうのは。ちょっとアンケート取ってみます。マジックミラーがいいって人は、はい、ガラスがいいって人、まあアクリル板とかがいいって人はいいえを押してください。どうぞーん。アイビちゃん、お前本当に本当いい加減しろよあのね、まあれこの間アイビちゃんに俺お茶爆しに行ったんだから、そしたらお茶爆の俺帰ってきて ほっこりしたんだから、うん、お茶爆するといいね、ほっこりするね。え、ちょっと待ってマジで、え、ちょっと待ってマジで、え、もう本末転倒じゃん。ちょ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 、え、マジで、え、そんなにそんなにシャイじゃないのみんな。え、めっちゃめっちゃ一人をめっちゃ君を見て歌うよ。そうだよね、もうガラスになったら恥ずかしくて見れんよね。え、ちょっと待って、本当にそれ勘違いしてない？ちょ、もう一回行くよ、もう一回行くぜ。え、ちょっと待って、マジで、いやガラスはお互いに恥ずかしいと思う人結構いるぜ多分。俺は実は平気だけどね。だって俺配信ライブでカメラに向けてもめちゃくちゃめちゃくちゃできるから。え、ちょっと待って、愉快犯いない、愉快犯、え、マジか、え、マジか、わかったわかった。じゃあまあその飛沫感染のリスクとして考えた案だから、で一人だったらこう注視、まあ凝視されたら恥ずかしいからっていうのがあったから、ガラスもじゃあ選べるようにするわ。いやすごっ、聞いといてよかった。そんなそんな、まあでも慣れてんのか、逆に言って慣れてないよな、慣れてないよな。みんないるからいろんなとこ見てるからっていう感じだと思ってたわ。あの大丈夫なのかと思ってたわ。そっか、なるほどね、見に来たよってアピールしたいと思います。足を運んでみるなら対面したい人多いかと。なるほどね、すごいね。あ、俺そこ割と配慮で思いついたことだったんだけど、
そっか。顔が見えない、顔が見えないってあれだよ、俺から見えないだけだよ。俺から見えないのが緊張するってこと？いや普通のライブ対面じゃん。でもさ、でも一人に向けて一曲やるんだぜ。そう、マスク外さないね。いやにしてもだよ、にしてもだよ。いやすごいな、分かった。でもそういうことなんやね。いやそういうこと加味してもう一回もう一回聞くよ。マジで？いや衝撃だわ。俺ほんとシャイボーイだからね。俺そんなん憧れの人にやられたら俺もう 見れない。目合ってたらもう変な汗出ちゃうわ絶対。いや曲やるんだぜ。でもおお、もうほんと動揺が隠せねえわ。分かった分かった、なるほどね。いやガラスが増えてくわ。分かったから。でもそんな中に、いやインストとかになれるけど、それみんないるから分かるじゃん。その会場に一人だけだぜ、一人だけ。その会場にアテンドされて、こちらです、じゃあスタートで一曲だよ。俺かシャイなのは。そういうことか、俺が恥ずかしいんか。いやまさかの俺が恥ずかしいパターン。いやーちょっとなんかあれだな、すごい、なんかごめん、なんかテンションすげえ上がってんな今。いやー面白いね、ほんと聞いてよかったわ。なんでマジックミラーなんですか、顔見てください私のっていう人もやっぱいるわけよ。あー逆に他のメンバーいないから、なるほどね。だから他のメンバーいないからっていうのと、他のファンの子もいないからってことでしょ。でもちょっともう気がついたらもうこれすごい上にあるもん。なんなんもう。いやすごい。いやそっか、5人くらいって、まあ5人はちょっと多いかな。じゃあまあどうしようかな。なんかこの一曲っていうのはこう重き置いてたんだけど、一人っていうのに、ちょっと待って、もうこれ覆ってくるな。複数人の方がいい、複数人で見れた方がいい。あ、やばい、間違えた。いや、ガラスが家になったわ。複数人で見たい人は、はい。ガラスは家。どういうことなん、もう。どういうことなん。ああ、そう。2から3。あ、そう。ガラス家じゃないんだわ、これ。ちょっと待って、ごめん。これ、ガラスに入れるでしょ。ガラスに入れるなよ。ガラスに入れるなっちゃい。ごめん。ガラスに、今のこの流れだったらガラスに入れなくなるわな。これガラスだよって。あのね、グループ、そうね、チケッティングがめちゃくちゃ複雑になるんだよね。今でさえ35ページ作る感じだからさ。あ、複数人じゃない方、あ、やっぱ半々か。ってことは複数人で見れるシステムもあった方がいいってことだね。なるほど、勉強になるね。いや5人ぐらい入れたい気持ちはあるんだけど、マジックミラー、あのね、正直な話、マジックミラーがね、5人とかで見れるマジックミラーってね、めちゃくちゃでかくなるのよ。でマジックミラーってすごい高いんよ。マジックミラーの問題もあんのよね。そう、複雑になるのはあるね。その一枠、そうだね、複雑になるね。チケッティングがすごい難しくなるね。で、例えばだけど、例えば難しいな。
難しいの。まあ同行者そうだよな、一人で来ないもんな。いや一人で来るかなと思ったんよね。いやだからその一人で来る人もいるわけだから結構変わってくんだよね。 2,3 人の10分もあれば一人の10分もあるわけでしょ。そこがねちょっとね難しいね。曲目統一は考えたんだけど、あの聞きたい曲とか思い入れとか、そのまあ俺もさ、どっちかっていうとそのアーティスト好きでシングルの曲好きじゃなかったりするからさ、あのそういうところはこう振り幅があった方がいいかなっていう感じだね。あとはまあこのシステムがこう面白いなっていうね、マジックミラーっていうところにちょっと意義があったりしたんだけどね。まあでも選べる感じでやろうかね。いやそういろいろ考えたんよ俺も。そう 2,3 人で3曲とか、まあ 2,3 人っていうか、まあ、3曲とかも考えたんだけど、さっきの言った通りさ、1人10分で、まあ、例えばね50人だと8時間かかって、多分12時間ぐらいかかるの、11時間ぐらい。いや曲を選べんのはね全然大変じゃないのよ。事前に聞いといてもいいし、そう同行者以外と狭い空間はちょっと抵抗ある。そう同行者でも狭い空間になるとちょっと抵抗というか罪悪感的なものもあんのかなと思って一人っていう感じにしたんだけど、分かったちょっとそこは振り幅考えられるようにします。一応ねそのガラスの大きさ的には2人が限界だと思うな。そうね、そんな感じだね。ちょっとそういうだから聞いてよかったわ。ちょっといろんな意見があると思うんで、ちょっと LINE もしてくれたら活かせるものもあると思うんで、ぜひちょっと活かしていきたいんで教えてください。ガラスかマジックミラー選べるのは大変じゃないかも。マジックミラーも買ったやつがあるんだけど、そこに合わせてガラスをこう入れ替えられるシステムを DIY で作るって感じになるね。まあ大変だけど。そうね、まあでも一人一人が見れるっていうプライベートな空間をちょっと大事にしたいかな、どっちかっていうと。まあでもどうしてもってなったら、その同行者とか友達連れだったら一人で待たせんのあれだからっていうので、あの二人っていう感じにしようかな。そこの振ればだからやっぱ知らない人と一緒になるっていうのはやっぱ避けようかな。このシステム自体がちょっと、自粛中に考えた案だからちょっと極端ではあるんだけど、それを逆に楽しめないかなと思って作った案だったんで。そう DIY でこうさ、レールをつけてこうレール買ってきて、レールを取り付けてこうスッて入るようなボックスタイプにして、まあパーテーションみたいな感じで考えてんだけど、あのねペアチケット枠がね、まあその時間でやるからさ、時間刻みで枠だから、ペアチケット枠ってやっちゃうとね、またね時間がかぶっちゃうとこもあんのよね。あでもそう、ありがとうゆうちゃんが一生懸命考えてくれた内容がひっくり返ってしまうのも、そうひっくり返るっていうよりは、そのなんだろう、みんなが良きところと俺の案が、まあ俺がまずその案を出して、それをブラッシュアップ今してくれてるから、あなるほどねと思ってる俺だから、もう超どっちかっていうと、もう90% の人があれかと思ったわ、あのマジックミラーがいいと思うと思ったわ、びっくり。
そうね、まあ限定になるからね。まあでもそのこの感じぐらい気をつければできるかなっていうのはあるから、その第2回とかも考えられればなみたいな。そうだね、まあチケッティングはちょっと難しい。そうチケッティングの問題があるのよ。そのそこに汎用ね、その振り幅がその2人とかって選べればいいんだけど、時間の枠だからね、一人で見たい。うん、そうね、そうそうそうだね。やっぱり単純なシステムで言うと、その枠2人とかで見たい人の1時があるとするんじゃない、1時から10分で、1人で見たい人の1時からがあったら、それどっちかが勝ったらどっちか消えるってことがシステム的に難しい。だからそこが被っちゃうのね、1時に見たい人がパッて先着で勝ったとしたら。うん、チケット代決まってますか？ちょチケット代ね、ちょっと悩んでんだよね。そうなんだよ、システムがね大変なんだよね。だからそのまあ一人一人話せればいいんだけどさ、その例えばだけど、そうね、抽選にしたら抽選にしたでさ、行きたいって言って全部の枠に、全部の枠にってなっちゃうとさ、あと一個のその時間の枠ごとに全部に抽選でやるって言うとさ、で、あ、ここ受かったんでここいいですわってなるじゃん。それはさ、また再ってなっちゃうから、あーごめんごめん、全然全然、そう、あのね、全然意見嬉しいし、確かにって思うことあるからね。同行者は2人で別れるの難しいよな、やだよな。私知らない人と2人で見たいんですって人いないかもね。だから同行者の方はっていう風にあのできるようにしようかな。ただし時間は変わらないっていう感じかな。うん、でチケット代をねどうしようか迷ってんだよね。その結構特別なことだし、あのやっぱり時間もめちゃくちゃ長いから、このシステムやると本当にあのさっきも言ったけど多分8時間ぐらいかかるから、1時からね、計算したら1時から終わんのが8時半とか9時ぐらいだった気がするな。あの休憩たまに30分、発売日をね決めかねてるんですよ。ちょっとね、だけどこの子で告知してしっかり、そのスケジュール、先着でチケットを買うスケジュールも多分あると思うんで、このぐらいの時間かな。例えばそのまあこのぐらいの時間に人が一番集まるんだったら一番ね、先着とかの募集もできると思うんで、デュエルジェルの、メンバーの配信がない木曜日とかの、夜10時とか、そう休憩もね、もう俺が体壊してたらもうダメだからね。ディスタンスしたけどゆうちゃん体壊しましたっつって、うん、それはねダメだからね。大丈夫、任せて任せて、そこはねちょっと休憩を取るようにタイムテーブルをちょっと時間に余裕を持つように作ったんで。でなんだっけ、そう木曜日の10時ぐらいで考えておりますよ。やっぱそのぐらいの時間が一番人があのこう携帯を触れる時間だよね、仕事から帰ってきてね。あの触れない人ももちろんいると思うんだけど、チケット代どうしようかな。2兆円かな、2兆円にしようかな。まあ、2兆人来るし、だから2兆円で2兆だから、外とか軽とか、よく分かんない単位、そう1回ずつ消毒もね、あの一応ちゃんとやった方がいいなと思って、豪華予算。外一重百千万、十万百万、千万、一億十億百億一兆十兆百兆、一系。みんな買えないね。あ、2兆円きついな。まあちょっとかなり特別なんで、あとまあ
難しいところですが、通常よりはちょっとお高く行こうかなとはちょっと思ってるんです。経費も結構かかるっていう感じなんで。よく知ってんね、伊集院さんのラジオ。いや、俺この2兆円っていうワード、伊集院さんのラジオだからね。伊集院さんやたらね、何兆円っていうのよ。いや、バレたな、恥ずかしいな。うん、ジャンクだね。うん、ちょっとね、そうだね、ちょっと考えてますんで、いろいろちょっといろいろ思いついてる人もいると思うけど、その俺のね、このまあ細かいそのディテールを話しすると、なんかこうそれができるできないがやっぱ限られてくると思うんだけど、もう直感でいいんで、LINE してくれると嬉しいね。うん、そんな感じですね。はい、ごめん、ちょっと長くなって。で、そうだね、そんな感じです。いつもはおいくら？バンゲ動画がね、 LINE だと保存できないんだよね。だからヤバセのメールに送っていただけると嬉しいです。いつものアコースティックはシャンジェン500円とかじゃない？シャンジェン500円とかだからさ、まあそれぞれ各々考えるとこがあると思うんだから思うだから、ああ、うん、すごく、ああ、みんないろいろです。ああ、はい。まあね、物の値段ってのは難しいところですからね。うん、はい、ああ、そういうこと。ああ、だからちょっとね、いろいろまだ詳細を、まあ、決めかねている部分もありますんで、なるべくね、やり取りを少なくするためにドリンク代はのやり取りはなしにしようとか、もうドリンクも決めといてもらって置いといてもらうとか、そういうことが一個ずつ実ればいいかなっていうふうに思ってるんで、ちょっと楽しみにしててください。で、枠はちょっと人数少ないんで、まあ継続的にできればいいかなっていうふうに思っております。でね、みんなが時間とかがお金とか許せるときに、来ていただければ嬉しいかなと思います。ね、やっぱり実際に電車に乗るリスクとか、地方から東京に来るっていうリスクだけでもやっぱり高いと思う人もいるし、高くないと思う人もやっぱりいるわけだから、そこはね、ちょっと、まあ、ただしこの俺のライブに来た時は、そこでは安心だよっていうところが一つ確立できたらなっていうところです。で、こう至ったところですね。はい、そんな感じでございます。ということで、ああ、もうちょっとあれかな、今日ちょっともうそんなにやめとこうかな、もうそろそろ1時間ぐらいで。そうね、もうそろそろかな。あつ森ちょっとやるか、あつ森ちょっとやろうかな。ちょっとそう考えて、あつ森ね、起動はしてるんだけどね、やっぱりさっき見たら、え、これ8月31までなんじゃねえのと思ったの、花火なんだけど8月30までだったね。花火がない島結構切なかったわ。マジで祭りの後みたいな静か静寂さ、あれ結構来るね。来るねっつって。あー、お茶爆ありがとう。ちょっとやろっかな、じゃあ。ちょっとやろっかな。っていうのも、博物館とかできたから、ちょっとやるわ。そのさ、ある程度施設整わないと、施設できましたっていうのはみんなに見てほしいから、普段進められないんだよね。進められないって言うとあれだけど、進めた方がいいのあるから、いいのあるから、
なんかすごいあれだな、はたことだな。あーすごくいいのがあるから、あーそれを、あれしてくださいね本当に。あーちょばくありがとう。ちょっとねいろいろ考えますよ。なんかねいろんなアーティストさんいろんなこと考えてるから、やっぱ周りを見てなんかいろんなことを考えんなって感じだね。うん、いろんなとこからヒントを得てますよ。よっしゃ、そう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 、じゃあちょっとあつ森やるよ、ちょっとだけやるよ。 LR 反応しないよ、もうやめるよ。え、あごめんなさい、え用意できたら A を押してください。ちょっと待って、ちょっと待って、8時56分になってる、パゴロになってる、パゴロに、いや今はパゴロじゃねえ、あれちょっと待ってね、あのファンシーな音がしないじゃないの。あ来た、いや癒される音だな、そんな思わなかったけど、なんかこうなんかこうお茶爆で癒され、お茶爆じゃなくてお茶爆で癒されて、いやお茶爆でももちろん癒されてますよ、ただ今心の声が今出たよね、まあ、お茶爆で癒されて、バカ野郎バカ。いやいや違う違うよ、今違うよ、弁解させてよ、それは違うよ、ちょっとこの絵見て、この絵見て、完全にこの絵とシンクしてるなと思って今、そしたらのなんか混ざってお茶爆に癒されてる。今のかつてそんな言い方をしたアーティストはいないだろう、ゆうやお茶爆で癒されている。よしということで、ちょっとやろうかね。あ、ちょっと待って、なんかでかくねえか。で、音でかい。音大丈夫かな。なんかね、ちょっともうね、綺麗にしたいんよ。もう俺の島めちゃくちゃ汚いから。あ、いやさ。いやちょっと遊ぶじゃん、癒される、いや癒してくれてありがとう。お茶ぶっかけられてるな、生ぬるいお茶ぶっかけられてめちゃくちゃ癒されてるよ。どう癒される。いや恥ずかしい、なんか恥ずかしい。ちょアーカイブではあの発言はちょっとカットしませんのでね。はい、ということで大丈夫だね、音は。てん、ね、夏希の島に行って思ったのが、もう雑草一つ生えてないんだね。いや雑草だって生きてるじゃんなんてことは通用しないね、雑草は雑草だから。お、はい、DIY のリスペアペルバブコレララ、はい、やった、夏希さんからレシピももらったし、お薬もいっぱいもらったし、あいた、ごめん。で、バルちゃんからはもう巨万の富をもらったから、あれいくらだっけ、めっちゃもらったな、もうだからもう日本一の大金持ち、大金持ち。うん、夏希さんからはね、夏希さんからもいろいろ、いやいろいろ落ちてんのさ、いやごめんと思った、あれ木になってるお金揺らしちゃった、ごめんなさいと思った。え、忘れ物してた、本当？でも錆びたパーツは持ってるよ。あ、腐った株ないかも。え、腐った株、夏希の島に取りに行かなきゃ、TN 島に取りに行かないと。あ、ハエだ、ハエ欲しい、ハエ欲しい、今かつてハエを欲しいと思ったことがあっただろうか、今僕はハエが欲しい。ハエ、ちょい、ハエ、銀ハエ、やった、初めてだ、ハエ欲しいって思ったの。そんなこと思わせてくれるんだ。でね、ちょっとね、服はね、なんかね、服
服は、あれ服、あれ服、あ、服これ、カウボーイシャツって俺どうしたんだっけ。え、フーコ、フーコって何。あ、フーコいるのよ。え、フーコ、フーコって誰だよ。え、フーコ、俺上手くないこれ。お兄ちゃんでいいよ、お兄ちゃんって呼んでいいよ。星空の話、おい星空の話してるやん。星空じゃなくてさ、知ってるよ。え、ある席で空を見上げてる時にもしも流れ星に出会えたならば、そのまま A でお祈りしてみてください。おお、すごい、幸運が訪れるかもしれない。すごい、そんなのあんの。あ、変身ステッキ出た。え、え、これか。あ、くれんの、めっちゃありがたい。いやー、やっとだ、やったー、星見に来て、フーコー、やったー、すごい、これ、これが欲しかったんよ。聞いてよ、フーコー、うちのメンバー2人集まりやってんだけど、あれなんだよ、フーコー、フーコー、フーコー、変身ステッキが可愛かったんだよ、二人ともくる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 ってやってんの。スターなステッキ、スターなステッキ、やったやったぜ。絶対一筋縄では作れないんだろう、どうせ。ちょっととりあえずちょっとあれだわ、この前にこの博物館できたから博物館行くよ。じゃないとマジでもうめちゃくちゃ物が島に置きっぱなしなのよ。え、めっちゃ立派じゃん。いや、振り幅すごくない。やったな、フータ、立派です。バス博物館、いやいや、こちらこそありがとうございます。左右と地下それぞれ入り口はところで起動されたコレクション、うん、それから、おお、複数まとめてんの。そうだよ、それがいいよ。化石とかさ、魚をね、やった、おー、すごい。これ生物のこと結構さ、いいよね、こう知ってくのね。俺でもマジでこの俺のあつ森の配信ずっと見てる人知ってると思うけど、案外俺生物めちゃくちゃ詳しいからさ、大体のもの言うっていう。これ理科だけ100点だったからさ。え、ちょっと待って、あ、そう、これを取ったりはできないよね。流れ星にお願いしないと。理科ずっと100点だったわ。生物の名前とかめっちゃ得意だった。図鑑も俺ひたすら図鑑を読んでたのよね。図鑑ばっかり。うわー、気持ち悪い、虫のゾーン気持ち悪い。でももうこんななっちゃったよ。子供の頃な、全然大丈夫だったのにな。虫気持ち悪い。虫気持ち悪くなっちゃったよ。なんでだよ。俺またでも変換器が来んのかな。虫だって生きてるんだ、かわいい。急にそう思う時来んかな。魚の部屋、お魚。わ、めっちゃ水きれい。あ、ちなみにね、昨日の配信結構、あーでもそこまでかな、ちょっとね、高画質で配信、高画質で上げるように努力します。ちょっとね、今ねちょっと荒いんよね。もうちょっと高解像度で書き出そうかな。あの今すっげー綺麗に俺の方では録画できてるから、ほぼ俺が見てるのと変わらない状態で上げられるように頑張ります。あの同時に録画してるからさ。すごい、めっちゃ水族館みたい。水族館、いやすごい、
鈴木、鈴木さん、うわーすごい、海遊館思い出す。海遊館のね、これバルちゃんとか夏希も言ってたんじゃない、こういうとこで待っててね、あの 俺らにクイズを、あ、延長ありがとうございます。クイズをね、あの俺らが出題するっていう、それに正解したらなんかもらえるみたいな、スタンプラリーみたいなのやったよね、スタンプか、スタンプラリーかよし、ちょっとあの外に真夏の炎天下に放り出されてるあの生き物たちがいっぱいいるからそれちょっと入れよう。かわいそうだよね、もう水の温度60度やで、特に海の生き物は本当にやばいから。ちょっと、あ、ちょっとあとあれだ、ちょっと寄贈するわ、寄贈ってか提供するわ、30個、バルちゃんがさあれくれたから、鉄鉱石、鉄鉱石30個納品。おい、いつも君ビール飲んでるね。ねえ、それダイエーのビールじゃない、ダイエーの、はい、ダイエーのビールじゃない、あ、違う、こっちじゃない、タヌ、タヌアレ、タヌアレ、豆吉お前だけ続けん、お願いします、提供します、お願いします。おい、やったぜ。あ、これでみ、お店か、これでお店か、俺何のあれだと思った忘れてたわ、お店だ。じゃあお店の場所を決めます。はい、この場所で、このつけ作った、この置いた場所があれになるということで、ちょっとフーコの真似俺すげえできるな、細かくて伝わらないモノマネ選手権に出ようかな、フーコの真似します。違う、そうじゃなくて、どこ、お店はさ近くに作った方がいいの。一応ね、木は夏希のやつを見て思ったんだけど、木が密集してる場所を作って、あの建物があるところ邪魔なのに広く見せた方がいいのかなっていう感じ。あ、近い方がいい、近い方がいいっていうのはどこから近い方がいい。あ、どこ、じゃあ近くの方がいいんだね、近くの方がいいよな。え、夏希なんか博物館の隣じゃなかったっけ。つい、おっちゃんですな、つい、おっちゃんですな、つい、稼げるとおっちゃんですな。ここにしようかな、多分ダメだけど。あ、ハエかわいい、なんだこれ、ハエがかわいいなんて思ったことないのに、ハエが欲しいと思ったこともないし、あ、そうです、ここじゃ入んないな、ギリ入んないよね多分ね。うん、 Oh my god、 どうしよう、近くがいいんだな、近くがいいんだな、ここら辺であるものをどけて作るか。でも家と被っても嫌なんだよな、誰だこんなとこに家作ったの、俺か、俺が置いたんか、ここら辺でいい、ここら辺、あ、ここら辺にするよ、じゃあ、あ、四角か、俺の持ってるもので一番可愛いもの、一番可愛いのこれだから、今のところ一番可愛いから、すぐ消しちゃった。
俺が持ってる最大に可愛いものもうこれあと全然可愛くない。あんまりあれだよね、あの被らない方がいいよね、この縦のラインも。これさ、これこうできるの知ったのよ、移動できるの。なんだけどあれよね、置くときはダメよね。あ、そうなんだ、移動できるようになるんだね。オッケー、じゃあとりあえずちゃっちゃと立てるぜ。ヒュー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 、想像してみる。あ、あ、あ、こんな、これなんだ。やったー、決めたぜ。暮らしが便利になる予感。コンビニの上に住みたい、コンビニの上に住みたいと思った時が私にもありました。そしてそれは今、それは今。なんかテンションすげえ高くなっちゃったな。やっぱみんなとお話ししてる時が楽しいんやな。よし、なんで3つだけ、なんで3つだけなの。とりあえずいいか、今持ってるものでどんぐらい。はい、うん、海の幸取れるよ。知らないの、海の幸って。どういうこと、食べ物ってこと。海の幸見つけて。うん、はい。あ、海の幸だよ。その辺に、その辺に入っていきなりウニ捕まえたら犯罪らしいよ。ダメだらしいよ。いいよ、二人で食べようよ。お願いします。これ足なんだよねとか言うのかな。あ、細い足。あ、足、あ、トゲなの。え、ちょっと、え、人で、そうだ、人手が乗っかって食べてるの見たことある。イシダイやフグもトゲにはおかみなしでバリバリ食べちゃいます。ラッコもお願いします。いや素晴らしいよこれ。でもあれかな、海外とかもさ、共通して海外でやってる人もいるわけじゃない。日本の幸がいっぱい取れるよね。日本でさ、日本に来たくなるよねこれね、世界中の人がやってたら。え、なんかそのこの魚食べたいです。ああ、ウニ、ああ、知らない、すごく怖い。ああ、でも日本人は食べるんですね。ああ、すごく興味深いです。こうなるよね。まとめていくぜ。ハエぐらいさ、いるんじゃないかその辺に。化石持ってたっけ。とりあえず、あ、持ってる。ちょ、化石持ってくるわ。え、これ化石持ってきてさ、化石持ってきてあれかな、こう、これになるわけ。判定したらめっちゃでかくて邪魔なんだけどめっちゃ邪魔じゃない、化石。なんでも鑑定団だ。 Help! I need somebody help! Somebody help! I need somebody help! Hey! バカにすんなよ。バカにしてないよ。バカにできるようなもうレベルじゃないよ。音楽のもうあれだから、大尊敬してるから。うちのトンモカも大好きだから。
寄贈できるんだ。よかった、こんなのも本当に島に置いていけない。もうでかくてポケットがいっぱいだから、島ポケットがいっぱいだからっつって、でかいぜ。さあ、なんでも鑑定団、なんでも鑑定団、今日のお宝は、ヘルプ、I need somebody help, I'm down to body help, there's somebody チャーチャー。ちょっと恐れ入ったかい。そうなんだ、俺は化石ばっかり掘り起こしてんだよ。寄贈する。あ、化石を寄贈するね。いやいや、なんかしたい。すごいね、骨だけだとすごいね。決定。はい。よっしゃ、どん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 、バンバンガンガン。メール来た。メールじゃない。あれ？あれ違う、メール？まあいいか、とりあえずどん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 入れとこう。ちょっと入れる、これ入れていくためにさ、ちょっと物置こうかね。こう石とかさ。パチンコももう一個あるのかな。おう。ねえ、パチンコとか触ったことある？みんな。パチンコとか俺マジ作ってたからね。うちの幼少期はもう赤羽だからさ、赤羽は荒川があるからさ、幼少期もうとにかく荒川行ってたわ。夏木さんからもらったお薬、これで早く治せよってもらったんや。あれあれ、ちょっと待って、やば、夏希さんのじゃないこれ、魚の負け餌。あ、1個持って帰ってきちゃった。あ、違うか、違うかも、違うと信じて、あ、信じて。ガもいたもんね。オッケーオッケー、もうこれでいくわ。これでウグイもいたな、ミノムシ。アジ、アジ、王様バッタ、いろいろね拾ったんよ実は。うわ気持ち悪い、スズメバチいる。スズメバチ、スズメバチ気持ち悪いね。これはとりあえずもっとガンガン持ってってみよう。とりあえず今日はこれを寄贈しておしまいにしようかな。次があるもんね。次のあのあれが、あ、スズメバチ俺撮った動画残してる。スズメバチ撮った動画残してるな。でもみんなさ、この経過見たい？一応ね家でやって撮ったんだけど、編集もまあまあだし、あれないよね。そんなに別にそんなにいいですよっていうんだったらあれなのかな、あげなくてもいいのかなと思ってんだけど。まあちょっと LINE してください。海に潜ってホタテと、ホタテはあれ貝殻か、ホタテは。ラコスケって何？全然忘れて。ラコスケってもしかしてラコステ的な話？あ、ゲンゴロウも取ったんよ。ゲンゴロウ。ラコスケ。
コスケロ、ラコスケ、ラコスケ。あ、ホタテ取るラッコ？何それ、いるのそんな。ナマズね、カブトムシ、スッポン、タコ。あら、減ってきた。いやいや、タコでだよね、タコでだよね、信じてね。えスッポンとカブトムシじゃねえわ、やめてよ、早がって。いやすごかったな、しかし夏木の島、バルちゃんの島もすごいんだろうな。ただやっぱりそのバルちゃんはあれだね、言ってたけど結構こうラグジュアリーな感じなんだろうな、多分割とこう墨良さそうな。これホタテじゃないんだね、シャコ、あ、シャコガイだ、シャコガイだった、ナイスシャコガイ。まあちょっとこれやっとくわやっとくわ、これやっとくから。あー、そうか、寄贈できなかったのは売ればいいのか、ちょっと売るわ。んんん、でも全然忘れてる、昨日やってたのに A ボタンで入ることすら忘れている。ホタテ食べたいね、ホタテってなんであんなうまいので、ホタテってなんであんなに生産値高くなるのね、なんなうまいもんってなんなん、本当に神様バランス見すぎだろこれ。うまいもんばっかりさ食べてさ、なーにダメなの、もう痛風になっちゃうの、プリン体おかしいよ本当に。この辺も全部寄贈できなかったよね。あ、ゲンゴロウって俺、いや寄贈してなくない？ちょっと待って。タイ。こんなもんか。とりあえずちょっとこれでいくわ。喋りながらやってると思う。ダメだね。うちゃお。持ちきれないお金があるんです。バルちゃんにもらった持ちきれないお金があるんです。ほんでなんかキラキラ、あ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 、え、流れ星ってさ、みんなどうやってあれしたの、キランってしたらスッと立ち止まって A ボタン押せばいいの、え、祈って、もう祈っていいの、よし、お願いします、お願いします。あ、解散される、解散される、そうかそうか。あのさ、これさ、あるあるかな、俺あるあるなんだけどさ、神社とかさ、お寺とかさ、賽銭箱にさお金入れてさお参りするでしょ、その時にさ、その時に考えがまとまってなくて、頭の中なのにあ、なんだっけな、うーん、って言ってるんだけどさ、俺、ああ、蚊が来る、これある？これみんなあるある？病気にならないように、今年は、ベルジェルも、ソロも頑張りたいと思ってます。あと、あ、あるの？よかった、よかった。俺誰かにこれ話した時にそれ変だって言われたんだよ確か。よかった、これあるよね。なんで俺神様の前でって言ってんだろうってあるんだ、嬉しい、めっちゃ嬉しい、こういう素朴な特に聞けない疑問を聞けれて消化できるの嬉しい、嬉しい、いや嬉しい、今の嬉しい、やっときますとか言いながらちょっとやってるけど、あのってさ考えても頭の中では言わないでいいのにって思わない？なんで俺とか言ってんだろうと思うよねいやめっちゃ嬉しいこの共感、これに名前をつけようぜ、あ、これあれだよってさなるように
いや、多分心理学上で多分あるんだろうけど、言葉がちょっと誰か提案して、これこれに名前つけようよ。あれ、花はダメなのっけ。まあいいか、一応持ってみ行ってみよう。貝はダメだもんね。あのいらずなんか昔からあるみたいじゃん。ゆうやさん現象、神エイト神エイト、神エイト、いいね、神エイトみたいな面白いこと言うね。神エイトいいじゃん。全然誰もな、全然言わないじゃん。俺マジで、俺の放送あんま人が何も言わなすぎてコントロール R めちゃくちゃ押すんだけど、はい、でも見てくれてるんだね。ほほー、わ、メガロケロスの左半身だ。やった、いいですね、うん、いいでしょう。お願いしますよ。はいはい、恐竜よりもっと後の氷河期を来た鹿、あ、でっかい鹿、あれでっかい鹿のやつか。いや、幅3メートル以上。あのさ、ヘラジカって知ってる？みんな、ヘラジカで検索してみて、みんな、マジ引くぐらいでかいから、マジ恐竜みたいだ。2メートル以上、3メートルぐらいあるんじゃない、あれ。もうヘラジカたまらんのよ。ヘラジカを見た時の気持ちすごいから、 YouTube でさ、ヘラジカが雪をさ、バーって雪の中をさ、60キロぐらいで走り出す動画があるんだけどさ、雪ここまで埋まってんだよ、ここまで埋まってんのに、初速でもうとんでもない速さで行くのよ。これはね、なんたるパワーっていうね、ロマン、ただのロマン。マジでディスカバリーチャンネル見たい俺。そんな時間ない、起動します。角やったらでかいんで、体もちょっとでかい。車でね、見てる動画があるんだけど、車がちっちゃく見えるからね。え、こんなでかい鹿っていうか生物いるのみたいな。あの動画はすごいね。遠近法かもしれないけど、にしてもでかいね、ヘラジカは。本当に、あ、見た、あ、調べてくれた、 3.2メートル。そう、ヘラジカで検索すれば出ると思って、多分巨大な、世界最大の鹿。これね、これぜひ動画で見てほしい。なんでなんで、なんのメリットがあって俺にも何もメリットないけど、衝撃だから俺ね、衝撃を味わってほしいわ。初速で雪あんなに埋もってて、人間だったらこんなんだよ、あって、もうブワーって車みたいなスピードで雪をね、雪煙を上げながら行くんよ。あれはたまらんわ、あの自然、あれ見に行きたいわ。みんなでヘラジカ見に行こうぜ。 3.2メートルだよ、すごいよ、マジ圧巻、圧巻。こんなとこにゴミ捨てたら圧巻、これレシピ捨てたら圧巻。木の向くのまま、木の向くまま散歩したら、福風が好きで DIY レシピのアイデアを運んでくれたのよ。ガーデンベンチいいじゃない。ふむふむ、いやー、ちょっとあれだわ、ちょっとね、気持ちがあれだったんだ、今日ちょっと気持ちがね、あれだったりしてたんだけどね、なんかすごい今はちょっとみんなに本当助けられてるなと思う。なかなか40年に一度なんだけど、この気持ちがあれするのは。なんだっけ、あれは、あれ、そのさっきのラッコは、ラッコってどこにいるの。
ラッコちゃん。うわー、びっくりした。なんだよ、ほんと任天堂の思うつぼだな。あ、そうなんだ。ちょっとラッコにじゃあ会って、その一連が終わったらおしまいにしようかな。ほったてい。ホタテトルト出てくんだ、かわいいね。ラッコってなんで水に濡れないか知ってる？なんで浮くか知ってる？え、全然あのブク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 がない。なんでか知ら、え、ちょっと待って、ヒレある、ヒレある、やばい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 、これやばい、これやばいやばいやばいの見つけた。これ多分世界で誰もまだ釣り上げてないやつだ。松方弘樹世界を釣る。ちょめちょめ、それ山城慎吾や、それ山城慎吾や、来いよ、来いじゃい。よっしゃ。え、なにこれ、コバンザメ。コバンザメはサメの種類じゃない。ないの、間違えた、流れ星の音して俺自分の声で聞こえんのよ。うるさい、うるさい声で聞こえないのよ。あ、なんかブクブクがないな。あった、海の生物死滅したんかと思ったの。トップ、え、イソギンチャク、すごい、イソギンチャクすごいよ。ちょっと遠出させるじゃん。え、今日全然海の幸ない。うわー、ラッコすごい。毛と毛の間に空気の層があるから。俺知りませんだから教えて教えて、ラッコ、なんでラッコって浮いてるの？毛と毛の間に空気の層があるんだ。いろいろ知ってそうでラッコのこと知らんからね知らないんよ、まあ、いかにも知ってる風だったでしょ。あれ、今ブクブクあった、あった、知らないパターンなのよあー、タコだ。あー、腹減った。おい、いける？あお。あ、ラッコが困ってんの？そうなの？知らなかった。ラッコの食料難。いや大変よね、ラッコも取らないというか、乱獲が、もう世界中で今乱獲されてるからな。海のもの、生魚も海外の人も食べるようになったし、マグロもね、めちゃくちゃ海外の人がね、中国の方とかもマグロ食べるようになったから、なかなか食料なんよね。だ、サンマも取れなかったりさ、サバも取れないなんかあったもんな。いやー、刺されるって、刺されるって。
果延長して遅くになってしまった。申し訳、月曜日から夜更かしさせて申し訳。いや、ラッコまではやりたいんよ。だってさ、俺が海の幸取ってたらラッコと会っちゃうわけじゃん。やっと来た。貝柱がでかい。いや、水さすね、海だけに。2個あるから逃がそう。逃がすっつってもそれもう生きていけんのそれ。え、あれあれ、ラッコちゃん、ラッコちゃん、荷物いっぱいだとラッコ来ないの。いや、マジか。いやー、ちょっとマジで参った。いや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 、ちょっとこれそれはないわ。なんてこったい。ちょっと置くね。ああ、アゲハチョウでも今の夏の期間だからセミが取れるっていうから、セミ昼間に取りたいな。俺セミほんと大好きだったから、セミばっかり取ってた。セミばっかり取ってた、ほんとに。マジで毎日夏休み、あ、虫網持ってどっか行ってたもんな。ホタテレアだったんじゃないの。8月いっぱい終わった。じゃあ逆に言ったら9月は何があるんだい。お、ウミウシだ。とってもカラフル。ウミウシってすごいよね。生のホタテをさ、ねえ、生の、もう言葉で飯テロするけどさ、生のホタテをさ、九州醤油で食べるとめちゃくちゃうまいから。売ってるじゃん、よく。あれ？捕まえた風。はい。前に俺が紹介した心から醤油、九州醤油なだけでめちゃくちゃうまいからね。海ぶどうだ、すごい。海ぶどう、いやーすごい。去年の今頃は、今頃っつうか8月は沖縄だったからな。沖縄行きたいな。沖縄放送もするからね今度。でもまだ、あ、来た。あ、見てる見てる、あの人見てます。私の貝殻のビキニ、私が貝殻のビキニしようとしてるの見てる。来た、思ってた感じと違う。バカボンのパパみたいじゃん。お、すごいね。グイッとくるね。今取ったホタテちょうだい。どうぞ。レシピと交換しといたのね。おー、真珠。うん、ついでに一言お願いします。スーハーは？ちょ、全然、何言ってんの。ちょ、何言ってんの。
はじめましてで何言ってんのね。もうそういう、え？問われる前に答えればトラブルは防げる。ああ、え、どういうこと？は？は？え？うん？何今の？ああいうこと言ってくるってこと？すごい面白いキャラ、面白いキャラ。あ、なんかあのニーチェみたいな話？今日いいこと言うってこと？あ、格言言うんだ。すごいじゃん。謎だね。いやー、ちょっとでも会えた、ラコステに。ラコステだと思って、俺あれだよ、ワニだと思ってたのにずっと。でもラコステでワニだったらラコステに怒られるよな。はい、ということでちょっと戻りますよ。今日は月曜日ということでちょっと早く終わりますね。エイペックスはやらないよ。さあ、ありがとうございました。11時、1時間半、月曜日、ちょっと月曜日始まって、今日はちょっと比較的涼しかったのかな、全国的に。またね、多分その周期があるからさ、暑くなるのも寒くなるのもこう繰り返すのよ。涼しい暑い、涼しい暑い、だん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 こう繰り返すらしいから、あの気を抜かないようにね。また明日はめちゃくちゃ暑いかもしれないし、うん、台風来てんの？いや、マジか。まあ台風か。台風はマジで窓コンきついんよ。窓コン外さないといけないから、吹きすさぶ雨風入ってくるから。あ、沖縄か。いやでも大変だな、やっぱり台風はな。フルーツバスケット、フルーツバスケットしてる、すごい。はい、まもなく那覇に上陸します。今？マジ？ということで、すごい、フルーツがすごい、フルーツがすごい、フルーティー。ということでありがとうございました。ちょっと短めですが、明日も仕事だと思うということで、月曜日はちょっと少なめ。ちょっと、おいおい、王冠真ん中に置くの面白いな。いやいや、喜んでるよ。王冠真ん中に置くの面白いね。あー、お茶ばっかありがとう。そうだね、ちょっと体調お互いに気をつけていきましょうよ。世の中ね、マジ何が起こるか分からんし、へこむこともたくさんあるし、どうしようもないこともいっぱいあるからさ。うん、そんなのさ、でもね、それに抗って生きていこうぜ。うん、楽しんで生きていこう。よし、みんな楽しむことを忘れないでね。ということで、ちょっと短い時間でしたが、ありがとうございました。あ、お茶箱ありがとう。お茶箱ありがとう。お茶箱に癒されてるっつって。本当に、本当アホやわ。ありがとうございました。ということで、ゆうちゃんの放送は次は金曜日かな？ん？金曜日かな？多分。あ、金曜日オイラン配信があるんで、オイランプーのやつ買っといたんで、あのね、もう買っといたんでね、こういうやつ。ただこうなんないかね、悪いけど、ごめん、こうはならんよ、悪いけど。もう違う、生物学上違うから、もう大きさがマジで。だ、ちょっとこれね、あの、もし同じのやりたいっていう人がいるんだったら、これ Amazon で、3000円ぐらいなんでね、
あの、同じことができるんでね。はい、こんな感じでね。ちょっとね、今バタバタしてるんですが、またちょっとやりましょう。あとね、あの、この地面も、あの、今 DIY でだいぶ改造してるんで、これ面白いな、この。あ、王冠って何？なんか出たら王冠になるの？王冠をやってるわけじゃないんだよ。よくわかんない。よくわかんない。ということで、ありがとうございました。またやりましょう。金曜日、オイラン配信で会いましょう。それでは、また楽しみましょう。ありがとうございました。またね。あ、あとすぐにかわかんないけど、ほぼすぐに一旦昨日の放送の、画質普通のやつを上げとく。で、綺麗なやつができそうだったらまた考えます。それをまた入れ替えます。なので、しばしお待ちを。それ見てね、ツイッターであれします。ありがとうございました。またねー。